い、こんにちは、佐々木くんです。本日は3月14日ホワイトデーです。ということで今日は2つのチョコレートビールを持ってまいりました。ということで今日はこちらの2つを開けていこうと思います。こちらがサンクトガーレンさんから出ているソルトキャラメルチョコレートスタウト、こちらがコエドビールさんから出ているチョコレートデュンケルでございます。はい、それでは開けていこう。それではレッツテイスティング。それではまずサンクトガーレンさんのソルトキャラメルチョコレートスタウトからいきます。こちらはですね、チョコレート麦芽とキャラメル麦芽を大量に使用しているということです。でそれに加え塩と自家製の焦がしキャラメルも一緒にブレンドしているという黒ビールでございます。いや、まず香りはね、ビターキャラメルチョコレート、ビターなチョコレート感と甘いキャラメル感、すごいね。あーでも飲むと最初苦い。あーでもこの塩が入ってることによってキャラメルの甘さがちょっと際立っているかな。いいね、苦さもちょうどいいし甘さも甘すぎずってところで、このバランス、二つのバランスがちょうどいいハーモニーを奏でておりました。スタウト好きなら一度ご賞味ください。おすすめします。まあ、今しか飲めないかもしれないですね、これは。はい、それでは続いて、コエドビールのチョコレートデュンケルです。
色はアンバー色に近い、なんか赤茶色って感じかな。でこちらはベースをデュンケルにしまして、そこにチョコレートを作るときに出るカカオの皮とカカオニブを一緒にブレンドしているようで、それによってチョコレート感を出しているということです。うん、チョコレートだね。あー、焙煎されてる苦味だ、この香りは。おー、これも甘苦いね。おお、こっちの方がちょっとね、渋いかな。うん、あー、渋みが強い。苦くもあるけど、あー、決して甘くはないね。苦みに特化したちょっと渋めの大人系チョコレートビールです。これも美味しいよ、確かに。うん、なんか甘いチョコレートと一緒に飲むのが、うん、自分は合うかなと思っております。はい、それでは飲み比べてみた結果ですけど、両方美味しいと。だがしかしですね、僕が好きな方はこっちかな。サンクトガーレンさんから出ている、こっちの方が甘みがあって、苦味もいい苦味で、まあ、こっちはね結構苦々しいね、苦渋系だね。なんで僕はこっちのちょっと甘系が好きかなと思いました。それではこんなところでさようなら。